普段はその女性たちは顔を隠してないるか、それかもしくはその椅子の後ろにいたわけですね。私の姿が見えなくなってしまいましたが、僕らも一番最初はこういうのところから入ったので、はいはい、まだ椅子の構造を詳しく知らなかった頃は鍵が書いてないので、あれがどうやって空中で止まってるのかな、巻き上げたやつが止まってるのかなって分からなかったんですけども、今ここに後ろにあのこういうのがあります。これはあのミスというものです。当時 の, あの建物の中に、特にその女の人たちがいるところには結構あの普通に存在してたんですね。清少納言は一条天皇の妃の中宮亭子っていう人のところに仕えるんですけども、基本的にはあの清少納言たちは男の人に顔を見られないようにしていて、枕草子の中にも書いてあるんですけど、あの顔、清少納言が親友だと思っている男性の藤原行成という人がいるんですけど、彼は清少納言の顔を知らないんですよ。いつも清少納言が面と向かう時にはこうやって扇で半分顔を隠しているので、目は知ってるんだけど 口がどうなってるのか知らないって、つまり普段はその女性たちは顔を隠してないるか、それかもしくはその椅子の後ろにいたわけですね。私の姿が見えなくなってしまいましたが、実は僕の方からは、皆さんのことがよく見えています。これはなぜかというと、こっちが暗いからなんですね。中宮亭子が、この亭子やその女房たちが御簾の中にいて、で前で男の人たちが楽器の演奏をやるっていうあの場面があったんですね。で楽器を演奏するして、あの一日楽しかった。でいつの間にか日が暮れてきてしまった。で日が暮れてくると、一番最初にやるのは何かっていうと、ここの前に灯籠をどうもあの灯すらしいんですね。暗くなってきた時は外も中も同時に暗くなるんですけど、外を最初に明るくしないとまずいわけです。ところが枕草子に書いてあるその場面では、中にあのその係の人が、女性がいきなり明かりを持って中に入っちゃったら、これが逆になっちゃったんですね。中宮亭子の顔が見えてしまった。で中宮亭子が慌てて琵琶で、琵琶って楽器の琵琶ですけど、琵琶で自分の顔を隠したっていうエピソードがあの載ってたりするわけなんですね。ミスっていうのの中にいて顔を晒さないっていうのは、すごくその大きな意味を持っていたみたいなんですね。ちょっとそのそういうのをあの、まあ、自分たちなりに絵にしたものがありますので、ちょっとご覧いただけると、これが代理と言われているものですね。ここから入って門があってこう入るんですけども、で普段は実は、こっちから入るみたいです。その例えば中宮とか清少納言が出入りするっていうのを北側から入るみたいなんですね。で北側から入って、中宮亭子はあの東華殿という建物をあのにいることになっています。それから今まだピントが合ってないんですけど、で天皇は、ここにいるわけですね。これは清涼殿という建物です。で清涼殿は、まあ、本来は天皇はここにいたんでしょうし、それから時代が下るとここにいて、でさらにここが天皇の、いる場所になっていって、その平安時代の最初の200年の中でもどんどんあの変化があるわけなんですけども、でこの東華殿はあの赤澤先生はご存知だと思うんですけど、この本来の図だとここ真っ白なんですよね、うん、あの実は交渉できてないところのようなんです。ここ住んでるのはその中宮って言われてますけど、いわゆる皇后、同じですね、あの天皇の正式なお妃なんですね。正式なお妃っていうのは、要するにあのいわゆる夫婦な関係なんですけど、どれぐらい夫婦なのかなと思ってみたら、ご飯を同じところで炊くって書いていうことが分かったわけなんです。あ、そうなんですね。あのそうなんですね、はい、あのかまど神ってあって、はい、かまどの上に後ろになんかあの神様置いといて、うん、
ていうのをやるんですけど、誰々さんがお妃になって中宮になって、その時にかまど紙を持ってきて天皇のご飯炊くところに一緒に入れちゃうらしいんですね。そうなんです、ね、そうなんですね。それからあのいわゆるその立候っていうんですけど、妃に立つ時なんかも、妃、はいはい、に立ったら妃らしいもの、象徴するものを持ってこなきゃいけないわけですね。天皇の場合は象徴するものがいくつかあるんですけども、御頂戴っていうのがあるんですけど、御頂戴っていうのはこういう、これは紫宸殿で使ってる場合なんですけど、要するに寝台にも使うし、それからこれ玉座にあたる椅子をその中に入れるものなんですけども、天皇の場合はその前に獅子狛犬が置くらしいんですね。天皇の正式な妃になるとその人もお宮様になるんですね。お宮さんになるんで、やっぱりこれをもらうらしいんですね、妃に立った日に。かなりの部分は天皇と皇后って実は身分的には近いような扱いだったんではないかなと思ったんですね。でそうだとすると、東華殿の中もこっちのここが清涼殿って言って天皇がいるところですね。昼のおまし、あ、日のおまし、昼にここにいるってことですね。それから夜のおとど、昼はここにいて、ここにその椅子があって、それからその前に畳が引いてあって、そこに公式の時には出てきて座りますよ。から夜はその同じような御頂戴があって、その中に寝るわけですね。それからここにはお湯殿みたいなのがありますけど、その前に朝枯れの間っていうのがあって、なんでここにあるのかなと思ったら、ここで寝るからすぐあるんだろうなと思って、でその横には台番所っていう、言ってみると侍女たちが控えてる場所があってみたいなことになってるわけですね。中宮もそうなんではないかなと思って、昼の日のおましとか夜のおとどとかがこの中に入らないかなっていうのをちょっとやってみたんですね。でやってみると意外とそれっぽいものが実はできてしまったりするわけです。今こんな風にいろんなもの貼ったりしてやってて、寝てるところからいきなり行かないと、いきなり開けたところにないと朝ごはんを食べる朝枯れのも困るし、それからそれに台番所っていう、言ってみるとその、ご飯の配膳をする人たちがいる場所がないと困るし、それから女房たちがいるところもないといけないし、それから対面に来た、つまり事務的なことで用事に来た男性が一旦は入る部屋みたいなのないといけないだろうしみたいな。それから清少納言は自分の部屋はここであるっていうことははっきり書いてるわけなんですね。ここに入り口がいくつか並んでるんですけど、自分の部屋は死の口っていうのを開けたところにあるんだっていうのは枕草子に書いてあったりするわけなんです。その死の口を、実は枕草子に、今のは枕草子から直接読み取ったっていうか、いろいろ一遍それぐらいのことをこう踏まえないと書けないので、ちょっとそうかもしれないみたいなのをこう積み重ねているわけなんですけど、それで書いてみたその清少納言のこんな風になる、これはちょっと前その前に書いたやつなんでもっと違うんですけど、こういうところに開くところがあって、それから槍戸っていうガラガラと横に開くのと、それから端とみ格子っていう上に開くのがあって並んでて、でおそらくこれワンセットで一人住んでるんだろうなと思ったわけですね。でそれを書いてみて、こんな感じで清少納言は寝てたはずだろうと。で問題はなんですけど、ここにそのミスっていうのが垂れてますよっていう。でミスは今これは上皇院さんという方から提供していただいて、大きさは本物はもっと平安時代のはもっと大きかったようだということです。縦が3メートル、横が3メートル。実際にはだからもうちょっとちっちゃいですよ。290いくつとかそういう感じなんですけど。で当時女の人たちは基本的には、女の人たちがいる空間にはほぼこれがあって、でこの内側にいないといけないっていうことなんですね。開けた時ってこれをただ巻き上げるだけですね。どうやったら途中で止まるんでしょうみたいなのがあるんですけど、実はここに
隠してあるんですけど、こう金属のフックがあって巻き上げたところがここに引っかかって止まるわけです。でこの赤い紐がそのどこで止めるかっていう調節をすることができるわけですね。紐をほどいてスーッと伸ばしてこの鍵をこの辺にやればここまで開くみたいなことがあるわけです。でちょっといろいろその枕草子を読んでると、今ちょっと開けていただいてるんですけど、この辺まで開いてないとおかしいかなっていう局面が出てきたんですね。この内側に座ってる女性が枕草子のあるエピソードで、ここに紐がついてたんですけど、飾りの紐がほどけちゃったっていうことを言って、早くなんか紐をほどかなきゃって言ってると、外側から来た男の人が結んでくれたって書いてあるんですけど、全然全部閉まってたんじゃなくて少し開いてたんだろうななんていうことを思ったりする。女性がそのミス の中に入って座った時に一尺五寸、現在の45センチ開いていたっていうふうに書かれてまして、で45センチだと開きすぎなんじゃないかっていうことを結構ご指摘いただいたので、どれぐらい開いてたのかなってちょっと疑問に思っていたんですけれど、その監督からその話を聞いて、結構枕草子の時代だとその45センチぐらい開いてたのかなということをちょっとはい、つまりすごく一般的な認識だと、はい、こういう中に女の人がいて、言ってみると隠れたような生活をしているから、ね、はい、開くとしてもこれぐらいなんではないかな、そうですね、ちょっとつま先が見えるぐらいなんではないかなと思われてたんですけど、はい、その45センチ一尺が約30センチなんですけど、一尺半ぐらいってこれぐらいなんですけど、それぐらいは開いてたんではないかな。で当時の女性は座るときに正座じゃなくてお尻ペタってつけてますから、座高結構低いんですね。で、それでやるとこの辺ぐらいまでは隠れてたんでは、胸のあたりまでは少なくとも隠れてたんじゃないかなと思うんですね。そうですね、結構その贈答品とかをこう渡すときに袖口を見せてっていうのがちょっと出てきて、袖口が見えるぐらいだと45、それぐらい監督がおっしゃるぐらい出てたんではないかなと私自身も思っています。で我々は今絵コンテというのを書いてるんですけど、初めの方はそれに気がつかないで全部締めて書いてたもんですから途中からは45センチ開けるようになったんですけど、はい、遡って消しゴムかけなければいけないことに今なってるわけなんです。でもその何ですかね、こういう中に入ってここから顔を出しちゃいけないんだけど、言ってみると顔だけ隠してあればいいっていうような感じだったんだなっていうのがなんか分かってきたみたいな感じがあります。ただその顔はおそらく絶対見せちゃいけない、男性の親友にも見せちゃいけない、家族の男性には見せてもいい。清少納言の場合は誰か入ってきて顔見られちゃった、あでもあれはうちの夫の弟だからいいやって言ってる場面も枕草子の中にあって、夫の弟ぐらいだったらば家族の中らしいんですね。なんか枕草子って意外とそういうなんか人間臭いところがいっぱい書いてあって、でしかもそこにちゃんと読み取るとすごくこういう裏空いてたんだなっていう絵になって迫ってくる部分が結構あったりするわけなんですね。で平安時代 の神殿作りというのは現在の和室のような襖障子っていうものが基本的に固定的なものがなくて、体育館のような非常に開放的な空間にこのミスですとか貴重といったものを置いて、で生活の空間をしつらうというしつらいというものがありまして、女性の姿をこう遮ったりですね、そういった役割がこうあったということなんですね。で今この襖がかかっておられるこちらがこれはね内側ですね、はい、女性たちがいる側ですね、はい、建物の外側は襖がない方で、襖がある方に女性たちの空間の側があったというですね。こちらが香炉峰の雪の絵画に描いたものなんですけれども、監督先ほどそちらの金具で固定されていたっていうふうに
お話されてましたけれども、江戸時代ではこのような形で高く巻き上げたものですとか、清少納言がこのような形ですだれを持ってる絵とかもちょっとこう有名なものであったりするんですけれど、監督はこういう絵を見られてどのようにお感じになりますか？僕らも一番最初はこういうのところから入ったので、はいはい、まだ御簾の構造を詳しく知らなかった頃は鍵が書いてないので、あれがどうやって空中で止まってるのかなって、巻き上げたやつが止まってるのかなって分からなかったんですけども、房がかろうじて書いてあるんですけど、多分これも房の意味を、房で実は鍵を隠してるわけなんですけど、そこにまだ近づいてないなというふうには思いますけど、どうやって使うのかなっていうところまで踏み込むと、もうちょっと違ってくるところもあるような気もします。やはり格子もこう上げる人がいないと。そうですね、これが今上がってる状態なんですね、はい、でこれもなぜ空中で止まってるのかというと、実は上からこう吊ってあるフックみたいなものがあって、これに引っ掛けるわけなんですね、はい、で清少納言なんかの書いてるのを見ると、女性がいるところには、女性の人たちが来て、女官の人たちが来てあげるようだって書いてあるんですけど、見てわかるんですけど、そもそも手が届かない脚立を持ってくるのかなっていう想像から始まって、いろいろやって京都の町でその大きな神社で聞いてみたら、いやそこら辺の棒でやりますって言われて、そこら辺のって何なんだろうなとか思ったんで、お寺についに行って、種目ザメの種目ですね、ハンマーみたいな木槌みたいなものなんですけど、すごく長くて、それでこう押し上げる、でよく見るとそのここら辺にその木槌が当たってへこんだ跡があるのが分かったりして、でも多分女性一人ではなかなか難しいだろうなっていうふうに思いました。でそういうのがさっき言った中宮の女房以外に代理に殿守塚さんっていう、言ってみると、建物の営前みたいなやってる人たちがいて、そこに男性もいるんですけど、女官もいて、その人たちがやってるみたいだと。で女官の人たちがでもここへ来ると上げちゃうと中宮の顔を見ちゃうんじゃないのかなっていうことがあるんですけど、殿上の女官っていうのがいて、つまり位が高い位をあえて上げてて、ここを開けるためだけに位を上げてて、中宮の顔とか天皇の顔を見ても大丈夫なような位まで上げてるような感じがありました。有名なところですと、一条天皇の猫が位をもらってて、一条天皇の飼い猫なので天皇の顔をいつも見てるんですけど、なので五位を与えられてるんではないかなっていう、妙部のおとどっていう猫がいたって枕草子には書いてあるんですけど、枕草子以外にもその猫のことが書いてあって、本当にいたんだって思ったりしました。こちらは打ち入れって言いましたり、打ち入れ出しということで、御簾の下から女性の装束をちょっとこうこぼれはみ出させて、その場を演出するという失礼の一つになります。でこの打ち入れというのが監督にお話を聞いて、清少納言も打ち入れをしている、御節の舞姫という場面で打ち入れをしているというシーンがあるということをお聞きしました。打ち入れをこの袖口を御簾の下からはみ出させるときに、この12世紀の源氏物語絵巻ですと、そのミスが打ち入れに重なっていて、ミスがこう下までちょっとこう下ろされているような状態で描かれているんですけれども、隣の姫君の空間ということで、これ2021年に打ち入れの失礼をちょっと再現させていただいたんですけれども、このようにするとミスがちょっとある程度高く上がっていないと、この打ち入れの袖口が見えないんではないだろうかというふうに感じまして、これこちらの姫君の空間だとちょっとこう巻き上げてなくて、ミスがもともと短くなっちゃってるんですけれども、本来は巻き上げてこれぐらいだったのかなというふうに考えておりまして、でいろいろちょっと資料を見ていましたところ、
この913年の定時の院歌合わせの時に、その歌合わせという、あの左と右に分かれて歌を読み合った行事の時に、あの歌の講師、歌を読み上げた人物が女性であったので、あのミスを一尺五寸45センチばかり巻き上げて歌を読んだという記録を見つけました。これは先生がおっしゃった、はい、その御節の、まあ、あの時のです。御節っていうのは、うん、11月の新嘗祭の時に4人の、人たちが舞姫をその献上する、でそれの控え室なんですね。これ実は打ち出しだと思ってやってみてるわけなんですけども、亭主はまたちょっとアイディアが豊富な人だったらしくて、全員にお身衣っていう、男性が普段だと本来だったらばこういうお祭りの時に男性の役員みたいな人だけが着る、服を、この人、ここにいる人たち全員にユニフォームとして着せてるわけなんですね。でそれは白いところに青、当時の青ですから、もっとなんですか、オリーブ色みたいな色で模様が描かれていて、で赤い紐が肩からこう下がっている。なんだけど小兵衛っていう中宮の女房が一人紐がほどけてしまって困ったら、藤原の実方っていう、人が来て、それを結んでくれたって書いてあるんですね。でそれだけ見ると枕草子で藤原の実方ってすごい2枚目みたいなんですけど、実方集っていうのを見ると、ちょっととんでもない人で、こういうミスの外で実方が中に向かって歌を読みかけると返事が返ってこないことが多い。どうも歌が特殊すぎて返しづらいみたいな人だったみたいなんですね。でそれで清少納言がここで一生懸命返すんですけど、返す歌を考えるんですけど、その歌がここにいる、おそらく間4人いるって書いてあったからこの辺かもしれないですね。直接清少納言が返しに行かないんですね。この辺うろうろしてる人に頼んで、こっちまで行ってその藤原の実方に清少納言の歌を伝えてもらってるんですけども、清少納言なんで動けなかったのかなと思ったら、これをやっていたからなんだろうなと思うようになりまして、でそれと同時にやっぱり赤ひもがほどいてたの、下から手入れて直せるぐらいミスが開いていたのも、まあ、打ち出しの居出し技能をやってるから、それがそれぐらい空いていたんだろうなっていうふうに思ったりもしたわけですね。私も実はこの打ち出しをちょっと研究してきたんですけれど、ここまでその枕草子の時代に打ち出しってどのようにしていたのかっていうのはあんまり記録から分かっていないことが多くて、その枕草子の清少納言が打ち出しをしているってこともちょっと自分で気づいていませんでしたので、監督にこの図をスケッチを見せていただいて、あ、ここまで分かるんだなっていうので非常に感動をした一枚になります。片渕監督は片渕先生、ありがとうございました。最後に片渕監督、今日のアートトーク2いかがでしたか。枕草子もそうなんですけども、平安時代をこうイメージすると普通はその色とりどりの十二人を着て歌を詠んだりして、ちょっとのどかな感じの優雅さみたいなのが思い浮かべられるだろうなと思うんですけども、疫病もたくさんありましたし、それから疫病のおかげで色とりどりのものが着られなくなったりとか、そういうのもあったりとか、いろんなことがあらかじめ思っていた平安時代のイメージとだいぶ違うところも、同じところももちろんたくさんあるんですけども、違うところもたくさんあって、それがなんか自分にとってはすごく新鮮なように感じられたんですね。ですからなんかそういう新鮮さをなんか今日は少しでもお持ち帰りいただけるとありがたいかなと思って、こういうところに立たせていただいたんですけども、まだまだ話し足りない部分もありますので、また何かの機会にこういうお話を皆さんの前でさせていただけたらとも思います。今日は最後までありがとうございました。